青山くん、どうしたの？急に屋上になんて呼び出したりして。大切な私たちの卒業式に遅れちゃよ。春日部さん、ごめん。少しだけ時間をくれないか。俺、歌を作ってきたんだ。くれ？歌？何それ？春日部さんに、どうしても、聞いてほしいんだ。心を込めて、歌います。ありったけの勇気。例えば、あなたが恋をしてたら、僕にはどれほど意味があるだろう。廊下ですれ違っても挨拶すらしない二人。消しゴムを落としても拾うこともしない二人。だけど愛愛愛してる愛してる、本気さ愛愛愛してる愛してる。春日部さん、返事を聞かせてくれないか。君のことが好きなんだ。愛が溢れて、切なくて、もうたまらないんだ。青山くん。春日部さん。ごめんなさい。あーし、青山くんと全然話したこともないし、それなのに突然歌いますとか言われても、正直キモいです。ごめんなさい。それじゃ、もう行くから、いい卒業式にしようね、あはは。